マッキーは初体験。いい球ですね。初体験。はい。カーブだ。ショート。これだ。またチャンス一本出ました。三塁コーチを回しているバックホーム。どうでしょう。先制。ランナー挟まれた。外を挟まれた。サードからマキタッチアウト。マキアラタッチアウト。しかしチャンスルーキーのマキが先制タイムリーヒット。DeNA ベイスターズ1点を先行しました。あの緩いカーブ、空振りの後ピッチャー返しでした。足元を狙っていってセンターへ抜きました。ツーアウト、なおランナーは1塁です。もう一度こんな球を続けましたね。そうですね、空振りした球よりちょっと球が浮いてきたので、はい、それをいい感じで仕留められましたよね。はい、ここは外のランニングはどうですか。挟まってしまいましたけど。そうですね、今、まあ、ホームを、まあ、取ってなかったら結構いいクロスプレーだったかもしれない。この一言くれる、うん、ライトレ、これはいい音が聞こえた。文句なしか、ここまで飛ばしました。いやー、栗原第6号逃しませんでした。逆転のツーランホームラン。中村粘った後、まずはキャラホームイン、栗原がホームランを打ちました。逆転ツーランで2対1、ソフトバンクホークスが逆転に成功しました。ちょっとボールが浮きましたか。そうですね、ちょっと甘かったですね。もう一度、まあ、ここまで低めに来てたんですけどね。あ、高いですか。そうですね、まあ打たれました。マウンド上でかっくり三塁ランナーホームイン。もう1点追加。今度はヒット、タイムリーヒット。中村3対1、ソフトバンクのリードが2点に変わりました。チェンジアップですね。あ、今日多く投げてますよね。はい、あ、前の回、はい、まあ、初回に比べて前の回と今のこの回もそうですけど、やっぱりチェンジアップ、うん、そうですね、チェンジアップやっぱちょっと高めに、まあ、浮いてきてたので。はい、ホークスはライトに柳田が回っています。センターは上林、レフトに正子が入っています。ワンアウト二塁一塁。今日ノーヒット宮崎。ホームランかなと思いましたけどね。はい、そういう角度でしたよね。カーブですか。カーブですね。はい、ちょっとバットの先でした。ワンアウト三塁二塁で、記録はタイムリーツーベース、ダイソーの桑原一人まず帰ってきました。オースティンはストップ。さあ、ついに終盤8回、射程圏、同点のチャンスを作りました。そしてバッターは6番の外。今日はヒット1本です。なおワンアウトランナーは3塁2塁。ソフトバンク内野バックホーム体制。チャンスが来ましたね。そうですね、なかなかチャンス、まあ、さっきの回ありましたけど。そうですね、はい、なかなかこの絶好のチャンスっていうのがなかったので、打順の巡りもね、はい、外選手で次に3本ヒット打ってる松選手いるので、はいはい、巡りもすごいいいと思いますし、あのオリックスの関係者はやっぱりこのサイズ感が狭いんで相当意識すると言ってましたね。あっと申告敬遠。あっと、ここはお客さんからブーイング。そして今日3安打の牧と勝負。ワンアウト満塁。
したが、まあ、パシフィックの球場だとフライだと思ったのはそのまま入ってしまうというケースが多かったというふうにね、オリックスの篠塚が言ってましたけどね。あのセリーグの球場どうですか、この横浜の球場、そうです、ダイソーですね、ダイソーですね、今アンパイアがセカンドランナーを変えますね、宮崎のところ田中俊太がダイソーです。逆転のランナーですね、はい、はい、さあ8回に DeNA ビッグチャンスが来ました。そして当たってる牧に回ってきました。ワンアウト満塁、外野フライでも同点という場面です。ボール先行、今日の牧はセンター前ヒット、その後もセンター前ヒット、先ほどは右中間へのツーベース、相当松本を意識してますね。そうです、ちょっとボールストライクはっきりしてますか。はい、内野が少し下がりました。ワンタウト満塁、ゲッツー体勢、はい、はい、ショート今宮、セカンドは牧原、あっとアンパイア手上がらず、際どい球ですけどね、はい、いい球ですけどね。ツーエンドワン、プロ7年目の松本、ここまで防御率が 3.76、 真ん中だ、打ち上げた、同点は間違いない、センター意外と大きい、いやフライ、そのままヒットになりました、同点、逆転、伸びましたね。そうですね、本人行ったかなっていう感触ですか。そうですね、なんか行ってもなっていう行きましたもんね、感じで行ってましたけどね、はい、なおサードランナー外に変わりまして、まあでも2アウトですからね、そう簡単には走れない場面ですよね。そうですね、でも本当にピッチャーもそうですし、キャッチャーも、はい、にも、まあ、気にさせるぐらいの、まあ、シュート選手足持ってますからね。今シーズン15盗塁、5月は11盗塁を決めています。シュート4年目、あーっとまさかの悪送球、そして三塁まで行くか、行くか、タッチはアウトだ、まさかのマクビレでした、スリーアウト、試合終了、 DeNA 交流戦王者のソフトバンクに対して4対3で3連戦の頭、初戦を取りました。最後は俊足の周東が一つ欲張ってタッチアウト、まさかの幕切れでした。新人の牧4安打、新監督三浦監督ほっとした表情で選手を迎え入れます。
思わずオースティンと牧が抱き合っています。ソフトバンクとしてはもうワンチャンスというところでまさかの3アウト牧切れになってしまいました。高田の素晴らしいピッチングもありましたが最後は DeNA 牧の一撃で逆転勝ちです。